こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じの帽子を作っていきたいと思います。この紐の部分をちょっと細くしたり、こんな感じにしてみたり、幅をちょっと変えるだけで雰囲気も若干違うかと思います。それでは作っていきます。使うのは15センチ角の折り紙です。それとですね、この部分、ここはだいたいですね、15センチより2センチぐらい長い17センチぐらいの帯を使っていきます。ひっくり返して縦横斜めに折っていきます。そうしたらですね、このラインに合わせて ここに線があります。この線の上に印を入れて、このラインとクロスしているところに合わせて角を折ります。半分にしてひっくり返して、後ろに合わせて、この斜めの線に合わせて角を折ったら、この部分をですね、反対側に倒して半分にして、こちらも同じように折っていきます。折ったところを内側に折り返して、この角に合わせて中心のラインも合わせてください。そうしてですね、斜めに線が入っているので、この内側だけにこうして線を入れてください。残りも同じように折っていきます。内側に四角ができていると思います。この角に合わせて、この斜めの線の内側だけ線を入れていきます。そうしたらひっくり返して、
このラインに合わせて端を折っていきます。そうしたらですね、この小さな三角があります。この三角のですね、ここまで山折りの線を入れて、このラインとだいたいですね平行になるように、こうして折っていきます。ひっくり返して内側から指を入れて線をしっかりつけてください。隣のこのラインもまずは山折りにして、平行になるようにして、残りも同じように折っていきます。
そしたらですね、この斜めの線のところでこうしてに倒して、こことですね、ここを合わせるようにして、後ろからぐっとこうして潰します。この斜めの線で倒して、やりにくいですが、グッと潰します。斜めの線で倒して、浮いてきたところを後ろの線とこの角を合わせて、こうしてつばの部分を開いていきます。そうするとですね、だいたいこんな感じで全体的に平たくなると思います。後ろから見るとこんな感じです。そうしたら帯をこんな感じで巻いていきます。片方の中にしまって、これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。